ぐもふ、うさもふを買ってきました。なんで種類がいっぱいあるよ。あ、違うし。で、はい、今回はこれを置いといて、これです。はい、ココアです。違う、今回ですね、この、はい、アマオイチゴのやつです。はい、ホワイトミルキーチョコレートアマオイチゴってやつを買って食べて、あ、うん、早いな。買ってきました。まだ食べてないから、ね、はい、とろーりアマオイチゴソース入りって書いてあります。はい、では早速食べていこう。早く、はい、おーっと、こんな感じでパッケージ分けされてます。はい、はい、はい、美味しそうだね。2人、2つずつ食べるよ。お、英語が書いてある。うん、F って書いてある、うん、あ、中にイチゴがもう丸見え。あ、どういう意味なんだろう。うち食べた。いただきます。甘い、甘い、甘い、おいしい。なんか何もかにしちゃったんですよ。こうやってソース入ってるみたいだね。いちごの味が、これバランスがいいね。いちごの味とミルクの味、うん、そう、ホワイトチョコレートの味が、いただきます。ぴょーん、いい感じ、バランスがいい気はします。はい、もう一枚食べよう。あ、いいよ、食べれば。じゃあ、さくらもう一つ食べよう。ダメ、さくら二つ食べたじゃん。ほら、二つあるから。うち一つきゃりー。あ、悪い。食べちゃいな。はい、戻した。まあこんな感じでソースなんだよね、ちょっとだけ入ってるみたいな。なんか M って書いてあるところだけなんかイチゴが入ってるんだよね。これがね、ソースがその、このアマオイチゴのソースがね、いっぱい入ってたら多分バランスが崩れてた。いい感じで、いい感じのお味でございます。はい、ということで今回はウソダマちゃん、なんでやねん。今回はね、こちらです。今回はね、こちら、富士屋のね、ホワイトミルキーチョコレート食べてました。そう、はい、それのアマオ味、アマオイチゴですね。はい、はい、アマオっていう、アマオイチゴっていう種類だ、ね、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしく。高評価もね、よろしく。パパ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